ジュラシックパークを見ると恐竜って結構速く走ってるよね。今生きているトカゲやワニに比べてもずっと速い。何が違うんだろう。それはね、今生きている爬虫類の足って体の横についているでしょ。でも恐竜の足は体の下についている。だから速く走ることができたんだ。特に速かったのがダチョウにそっくりの体つきのオルニトミムスの仲間。時速80キロで走っちゃったっていうんだから、街中の車ぐらいに速かったんだね。今日も見てくれてありがとう。またねー。